そしていよいよ本番の日がやってきました。会場は栃木県宇都宮市文化会館。本物の美川さんが来る2時間前から会場入りしたそっくりさんは黙々とメイクの真っ最中。ここが美川憲一の聖域ということもあり、2人の緊張も高まっているようです。そうこうするうちに美川さんがやってきました。おはようございます。今日は何かいいことありそう。今日はもう盛りだくさんですよ。はい、もう美川さんもお客さんも楽しめるように。あ、そう。会場入りすると休む間もなくリハーサルを開始。一瞬幻に帰る。午後1時30分開場。待ちかれた三河ファンで早くもロビーは大混雑。そして午後2時コンサートがスタートしました。楽屋ではコージーも出番に向けてスタンバイ。そっくりの2人も出来上がり、大舞台に移動する3人。終始無言です。あとは出番を待つだけですが、緊張のあまり手に汗。緊張するわよ、私上がり症なんで。今日はね、特別にゲストの方呼んで。ゲストの方突然いらしたの。え、どなたですか？あの、タモリさんなんです。え、タモリさん、どちらにいらっしゃる？え、どこですか？コージーもこの大舞台にどことなく緊張しています。どこですか？タモリさん、タモリさん、タモリさん、どうですか？どうも、こんにちは。タモリでございます。よろしくお願いします。お客さん。ずっと憧れ続けた人との共演目前で、二人の緊張もいよいよピークに。びっくりするような、はい、今日は企画を考えてきまして。びっくりするの？はい。なんか、まあ、私の力で、すごいゲストを呼びましたんで。誰呼んだのよ。ご紹介しましょう。この方です。どうぞ。あら、コロッケかしら。来るわけないわね。いいえ、私は悟りだろうが。拍手お願いします。日の沈むまで笑うがいいわ。あなた遊びのつもりだから、こっちに向くの果てまでついて、この想い呼んだら、命命命が出よう。そうよ、私はサソリだろうが、サソリの星は一途な星よ。いつまで歌ってんのよ。どうですか、美川さん、私からのプレゼント。あんたたちもその気になって出てきた。ミミックとそのまま美川、一応ね、クローン1号2号になってます。なんで美川さんのそっくりさんになろうと思ったの？私ね、簡単に食っていけるかしらと思ったのよ。じゃあ、あの、おだまり私が歌いますから、後ろからついてらっしゃい。世の中どんなに変わろうと、二人のこの恋変わらない。おだまり、おだまり、あんたその手で何人くどいた。はい、どうも。
はい、どうも。どうもどうも。はい。どうも。はい。ありがとう。どうも。もうあんたたちいいわよ。はい。はい。とっととお下がり。どうも。すいません、お邪魔しました。はい。どう嬉しい、はい、もう嬉しい、本当にもう込み上げてきそうです、本当に。ああ、そう、ちょっと感極まってる感じですね。舞台では美川さんが紅白で使った衣装を着てエンディング。紅白の衣装をコンサートで使うということも、これが初めてのチャレンジだそうです。3人は美川さんの楽屋を訪ねました。どうでした、クローン1号2号は。まあ頑張ってんだなと思って。そうですよ、頑張ってるんですよ。ね、上がってたし、あんた超上がってました。でもまあね、モノマネしてもらうの嬉しいんだけど、はい、二人私見てるとすごい心配は心配なのよね。これでじゃあ一生ね、うん、その今のまんまで行くっていうのはすごい大変だと思うのよね。だから自分独自のものを何かやっぱり切り開いていかないと。そうですね。そうなの、うん、そういうことがすごく私は、うん、心配なのよ、うん、ただ基本的にはこうクローンとして、うん、頑張っていきますので。そうそうそう、だからそれはもう本当に、はい、大丈夫よ、はい、もう美川さんのチャレンジが二人にとって大変貴重な経験になりました。そしてお客さんが喜んでくれたので、また新たなチャレンジをしてみたい、そう語ってくれた美川さん。最後に我々は帰り際の美川さんに尋ねました。これからもチャレンジし続けますか。はい、頑張るわよ。だって選んだ道ですわ。あんた80になろうがやるわよ。90になろうが私多分ね。まだやってんのって言われるならやるかも。紅白まであと123日、ファンの人たちも期待しています。今年も出場願っていますよ。